Welcome to alohatv.com、今日も親父ハワイ百景の時間がやってまいりました。皆様どう過ごしでしょうか。ご覧のようにね、ハワイは今日もいい天気です。こちら時間、現地時間の3時、日本では朝の10時ですね。数少ない視聴者、まあ見てくれてる人もいるので頑張ってやっております。そこで今日の一枚絵ですね。まあ何回もお伝えしてるんですけども、この番組は一応オアフのビューティーショットね、まあ一枚絵なんですけども、基本的にはこれこれってんじゃなくて、まあ綺麗な、まあ、動画なんですけどね、一枚の絵をお届けしたいという企画で、とりあえずは親父ハワイ百景と打ちまして、100枚までは、このね、まあ、企画っていうか番組を続けていきたいと思って始めております。で、先月はねちょっといろいろ仕事忙しくて、お休みをいただきましたが、昨日からまたこれに始めてます。まあってな感じでね、今日の場所です。今見てお分かりのように綺麗な海ですね。いろんな海がありますハワイには。まあ、ハワイとかオアフですけどね、まあとりあえずここもねそこそこ有名な、スポットなんですけども、まあご覧になりましょう。ね、波が目の前に来る。ただこれ傘波なんでね、要するに海の方から陸の方に風が吹いてきて、ちょっと波頭が潰れちゃってるっていうような感じで、まあでもここもいろいろとサーフスポットが点在する場所で、あと前に往復した時よりもね、太陽の光が本当低くなりましたよね。これでね、やっぱり結構キラキラ低いところですが、まあね、3時だというのに結構斜光のようにも見えます。まあご覧になると分かると思うんですけども、サーファーがパドリングアウトしてきますね。そこそこ有名なここは、サーフスポットで、こういうね毎日、サーファーとかを見れて、人形とかも見れますし、あとちょっと今こちらに行きますと泳いでる人がねいますね。こうやってやっぱこういう海を黙々と泳げるのはそこそこね、水泳の能力の痛いなんかして大変なことだと思います。で、まあこの泳いでる人の後ろ側、何人か波待ちをしておりますが、ここも一応ね、まあサーフポイントとしては、まあ、名前は知れてるところです。そこまで極端にいい波がこのコーンだっていうわけではないんですけどね、まあそれなりのサーフスポットであると。一人、こっちですね、サーフィンしてるロングボードのおじさんがいますが、まあご覧のように風波なんでね、あんまりピシッとうねるがあるっていう感じじゃないんですけども、まあいつでもこういうふうにちょっと遊べる波はあるかなっていうような場所ですね。これが正面で、お聞きのように風がすっごいです。めちゃくちゃ吹いてます。もうだからここはね、ウィンドサーフィンとか、あとまあ最近は下火になりましたが、カイトサーフィンとか、そういうのが結構有名な場所でもあります。まあもろもろねうまくいってそうなんで、特にこのまま続けますが、この今見えるところね、
ちょっとズームしていくともっと分かると思うんですけども、この半島の方に、家が見えますよね。これはあの、まあ、お気づきの方も多いと思いますが、カハラの豪邸がですね、前何だっけな、新庄選手かな、あの野球の人を連れてこの白いあの別荘じゃないけど行ったこともありますが、この辺はもうね海の目の前、もう本当にいい住宅地ですね。あのウィンドサーフィンとか、そういう人にはもうたまんないロケーションだと思うんですけども、まあそこまでね超いいあれが来るかっていうとそうでもないんで、まあ難しいところですが、ご覧のように風はいっぱい吹いております。あとここのビーチはね、昔はあのヌーディストビーチとしてもそこそこ有名で、まあ人種にもよるんでしょうけども、白人とか結構脱ぎたがる人もいるんで、そういうのもあるかな。あ、今あのサーファーの女の子が歩いてきたんで、ちょっと絵が少ないんで、そっちを写してしまいますが、ショートボードですね、ファンボードですね。ここはねこうやって今の時期から、こっちにも来ましたが、こういうふうにサーファーの子たちがかなりいっぱいいろいろと通ってく場所で、まあご覧のようにね、かなり風が強い場所でもあるということですね。で、まあサーフィン的にはここはロングボードもショートボードも何でもやってる場所ではあります。まあ車並みなんでね、まあ結構何でも引っかかるというようなイメージがあります。